今回はいよいよ発売された2023年1月のサークミニッツミッションの新作アイテムオプションパーツセット11の大型キャノン&大型アームユニットを見ていくよ。いよいよオプションパーツセットも2桁に突入とシリーズ自体もかなり長く続いてきていますが、今回の内容も9段から始まった大型オプションユニットの流れを組む大型キャノンと大型アームがワンセットになったアイテムとなっていまして、相変わらずエグザビークル並みのボリュームで組み替えカスタムがさらにパワーアップしそうですね。今回のメインとなるアイテムはその大型装備2つなんだけど、追加でさらなるオプションも付属しているとのこと。これはちょっと楽しみだね。それじゃ早速見ていこう。まず見ていくのは大型キャノン。これは見ての通り過去最大級のデカさを持つ重武器だね。全体像を見た感じだとサイズのデカさが目立つものの、意外とシンプルな形状をしているから、どんな機体に持たせても結構似合いそうな感じ。これはいろいろな機体に持たせてポージングとかやってみたくなるよ。もっとも、サイズが大きいということはその分重量も一般的なサイズのものとは比べ物にならないくらいありまして、ただ持たせるだけだとこんな感じで間違いなく腕側が重さに負けてしまうので、スタンドなしで使う場合は何かしらの重量対策が必要になるでしょうね。まあこれさえなんとかできればとても魅力的な武器パーツであることに変わりはないので、ぜひ工夫を凝らしつつ使っていきたいですね。というわけで軽くではありますが詳細をチェックしていきましょう。まずはメインユニットから。ここだけでも相当なデカさがあるけど、組み立て自体はモナカ合わせ2パーツでできる簡単仕様。サイドには 3mm 穴が4つ。上部にはマイナスソケットと C ジョイント受けが。下部にはマイナスソケットと C ジョイント受けが2箇所と、拡張性もしっかり確保してあるのも嬉しいポイントだね。さらに、奥まった位置にあるため少し使いづらいですが、先端には銃口やバレルを接続するマイナスソケットがあるので、本キット付属の銃口などをセットすることでこの段階でも射撃武器としての機能は使用できそうですね。今回は下部の後ろ側にあるジョイント受けにグリップパーツを、サイドにある 3mm 穴2箇所を塞ぐような形でホワイト成形のパーツをセットすることでメインユニットが完成となるよ。C ジョイントがたくさんあるので、これを開始固定装備的な感じで運用する方がいいような気もしますが、この後お見せする大型バレルを使わずメインのみであれば意外と重さのバランスがいい感じになるようなので、場合によっては手持ち武器としても運用しやすくなるようです。おお、試しにラビオットに持たせてみたら普通に装備できてるね。そして大型キャノンの方のもう一つのパーツがこちらの大型バレルパーツとなっています。こちらも2パーツモナカ合わせの構成となっているため、組み立て自体は簡単なのですが、こちらは追加の組み立てが何もいらないのに、これだけでメインユニット同じくらいの長さで、両サイドに1個ずつ 3mm 穴が、メインユニットとの接続用に 3mm ピンが後方に備えてあるなど、割と拡張性もあるアイテムとなっています。これを組み合わせることで大型キャノンが完成するってわけだね。うん、やっぱりこの状態だととにかくでかくて迫力があるから、持たせるどころか置いておくだけでもかっこいい感じになる気もするね。まあさっきもマスターが言っていた通り、このバレルを装着したら重さや重心バランスが一気に変わっちゃって、メインユニットだけなら装備できたっていう場合でも保持できず倒れちゃうようになるんで、完成状態でエグザマックスに装備させる場合はグリップを手前に付け替えて、できるだけ後方に重さが来るようにするなど、ちょっとした工夫がいりそうな感じだね。あとはオプションを介してケーブル的なパーツやサブアームなどを増設するなどもできそうですので、エグザマックスに持たせる場合はいろいろと組み替えにチャレンジしてみてくださいね。続いて見ていくのは大型アームユニットです。これは過去に発売されたアームユニットのような感じの腕に取り付ける武装パーツではなく、文字通りこれまたビッグサイズの腕が丸ごと1セット収録されているという、これまでにほぼなかったエグザマックスの腕のオプションアイテムとなっているんだよ。こういったオプション枠などで出てくる本体パーツというと、宇宙仕様のレップのように変わった形状をしていたり、ラビオットエポンに付属する胸部装甲のカスタムがオミットされたスリムボディのように、場合によっては少し使いづらく感じる部分が時々あるように感じますが、今回の大型アームはパーツ分割がしっかりしているため、二重関節による十分な肘の可動域だったり、片目の接続ですが肩ボールも90度ほど動かせるため、通常の腕とほぼ同じような使用感で運用ができるのです。おお、それは面白そうだね。ラビオットやレベルノバ、ガルドノバのような重量機に装着することで上半身の方もごつめな感じに体型変化させるのに使ったり、あえて小型機に装着させることでこの大型アームが持つ力強い印象をより引き立ててみる。など、使う場面によってはいろいろな効果が得られそうだね。
そして今回はアームに合わせ大型のハンドパーツもまた武器持ち手と平手の2種類が付属し、さらに手首も従来型の小型ボールタイプに加えカスタムの幅が広がる 3mm ピンタイプの2種が付属するなど、本キットだけでなく一般機のアームパーツに組み込んだり、プロペラントの先端など様々な場所にセットしたりと、様々な使い方ができるようにもなる、なかなか面白いハンドパーツになっているのですよ。そして今回のハンドパーツの内武器持ち手の方ですが、こちらはグリップを差し込めるタイプの武器であればそのまま差し込むことで装備させることができるのですが、今回の大型キャノンのように一度ハンドパーツを分解して持たせる必要がある武器を装備させる場合は、鉄鋼ではなく内側の指部分を剥がすことで装備できるようになっているという点が一般機のハンドパーツとは違う点となっているので、こういった武装を大型アームで使う場合はここだけ注意です。ちなみに、このアームパーツの肩周りはこんな感じで 3mm ピンを持つベースに装甲を貼り付けるようになってて、こうすることで一般の肩アーマーが装備できない分 3mm 穴を増やし、もともと高い拡張性を発揮できるようにしたり、あえて付属の装甲を使わなければ 3mm ピンとしてまた違ったカスタムに使うこともできるなど、組み合わせ次第ではこれもまた面白い要素になりうるポイントだと言えそうだよ。これも後で使い方を研究してみましょうか。レビューとして最後に見ていくのはこちら、ヘッドパーツ一式だよ。なんと今回のキット、まさかのオプションヘッド A に収録されていた連合軍風のベースヘッドが2個も付属しているんだよ。これはすごくありがたいですね。もともとベースヘッドはフェイスパーツ等がほぼ余る都合上もう1個くらいは欲しいなと思っていたところでしたし、ここで2個も追加で補充できる上、そのままカスタムに使えるホワイト成形に変わっているものが収録されるというのは、個人的にもすごく嬉しいポイントでしたね。さらに、今回はベースヘッドだけではなく、クリアグリーンとライトグレーの2種類の成形色になっているバイザーに加えて、これまた新規造形のオプションヘッド用フェイスパーツが一緒に収録されているんだよ。このフェイスは元々のヘッドが持つ人間的なディテールを全て覆い隠してセンサーのようにしてしまい、シルエットはベースヘッドもしくはアルトに近い感じではあるものの、よりメカメカしさを際立たせることができる面白いアイテムですね。こういうフェイスはプラモを戦わせているような感じでディスプレイ、いわゆるブンドドをやるときに敵役として配置する機体に使うとより良い感じになるかもね。というわけで、以上で今回お見せしてきたオプションパーツセット11個と、大型キャノン&大型アームユニットのレビューは以上となるよ。このアイテムの登場により大型のアイテムを使ったカスタムがよりやりやすくなったということもあり、現在開催中の公式戦である宇宙戦など大型機が活躍しやすい環境でのイベントにおいては、今まで以上に簡単にカスタムを楽しんだりイベントに参加したり、というのもやりやすくなりましたね。今回で言えば、例えばこんな感じでアームとハンドパーツの間にキャノンを挟んで、さらに大型のアームに進化させることもできたり、さらにそこに大型ブースターのシールドを持って防御力をアップ、みたいな感じでささっと組み替えるだけですぐに良い感じの機体が組めちゃうんだよね。これは良いね。今回動画中で少しずつお見せしていた作例や使用例以外にも面白そうな使い方はもっとたくさんあると思いますので、もしよかったら皆さんも今回の大型アイテムを使ったカスタムにチャレンジしてみてくださいね。